行きますか。気をつけて行ってきたいと思います。安全運転でね。おー、海、イエーイ。私、北海道出身じゃないですかね。留萌っていう町、田舎出身なんですけど、留萌は本当海と山に挟まれた町で、海見るとなんとかやっぱ落ち着きますね。星空撮るときとかは特に、感度も上げるし、シャッタースピードも長いもんだから、気温が高いってもう最悪なんですよね。気温20度以上になるともうなんか熱ノイズ出始めるかなみたいな感覚でいますけど、だからね、こう夏を終わらないとね、こう海沿いに来ないんですよね。全く華やかさもない家で、すいませんけど、いつもこんな感じですね。ストイックにやってる感じ。ストイック、今日は全然ストイックじゃないな。ラーメンチャーハンだもんな。よし、じゃあ出発。風、風速も一応調べてくるんですけどね。まあ夜は止む予報なんですけどね。はい、機材を持ってます。この機材、写真撮りに感じてないんだよね。というわけで着きました。すすきが綺麗だね。すごいや、あっちは風車が。日没が5時10分だったかな。日の入り15時14分ですね。今ロケハンをしています。ここね、夜来たことあるんだけど、結構鬱蒼としてて、夜だとよくわかんないのよ、道がね。近近い、近が近い。ごめんね、ちょっとおるよ。まあ、こうやって声出してね、自分がここにいるよって知らせると、でも動物が近寄ってこないんで。本当は僕いつも Bluetooth スピーカーとかで音楽鳴らすんですけど、よし、これで OK、 行きましょうか。よし、これ、夜曇りそうだな、この感じ。感度は一番低い状態にして、液晶モニターも暗くして、ホワイトバランスは蛍光灯固定ロー。で、ピントも合わせた。もう一回やるか。今5時半でしょ?ってことは、ここから、本格的に夜になるのは C だから、8時ぐらいまでは切りたいよな。じゃあ、800枚ってことになりますね。撮影開始。あとは、Z7 ちゃんが勝手にやってくれます。結局ですね、ちょっと目的とするものが取れないと判断しまして、移動しております。さらに南に行ってですね、爪木崎っていうところでやろうかなという感じですね。結構星空撮影では定番スポットなんですけど、まあ、今日平日だし、あんまり人いないかななんて。目的地は右側です。お疲れ様でした。Thank you.
全然何も見えないと思うんですけど、今朝焼けの撮影をします。爪木崎灯台付近で、撮影をしつつで、今朝焼けを迎える頃にちょうど潮が引いて、水位が下がる途中なんですよね。今日の8時ぐらいかなが一番水位下がって、でそうするとこう今それまで見えなかった岩場とかがゴツゴツしたやつが出てきてですね、満潮の時よりもフォトジェニックに撮れるんですけど、でニコンの Z7 があっちにあって、それはもう、オートで撮っちゃってて、こっちは富士フィルムの、これ T3 かで、今手動でホーリーグレーを撮影をしているところです。ちょっともうちょっと明るくなったらもう一回撮ろうかな。この時間はですね、勝負なんですよ。ここで寝ると起きれないんだ。でこう眠くてもね、こんだけ美しい景色が広がってるわけですから、眠くてもちょっと頑張らなきゃいけないんですよ。朝焼けってでも眠いんですけど、僕すごい好きで、ちょっとカメラ調整しに行っていかなきゃ。たまにこうやって調整するんですよね。なんかめっちゃビーム出てる。これ僕の目にも見えてますよ。はい、こんな感じでもうちょっと撮影いただきます。明るくなってきた。ここが勝負だ。今日もライジングさんしました。ライジングさんしました。こっちはスライダーにしました。このスライダーコンパクトで最近ちょっと気に入ってるんですけど、組み立てる必要がないんですよ。そのままパッと取り出してそのまま自由なのをさせてきて、まあ、長いのもあるんですけど、長いのは長いので持ってるから短いのにしたんですけどね、結構気に入ってる。あー、軸借りてえな。海に来るとそう思うな。ルモイ借りてえな。コロナ早く終わんねえかな、もう。いつ帰っていいかわかんないもんね。とりあえず、海はいいね。海はいい。時を思い出す。そんな爪木崎の海でした。